メッセル採掘場は、ドイツヘッセン州の村メッセル近くにある、ユボケツガ岩の採掘場跡地である。フランクフルトアムマインの南東約3 5トルのところにある。ここからは大量の化石が発見されており、その地質学的、古生物学的な重要性から、1995年12月9日に、ユネスコの世界遺産に登録された。 採掘場跡地はライン地溝にあり、盆地のようにくぼみ、大きな湖水が形成されていたところの一部である。グルーベ・メッセルは、メッセルの穴という意味で、もともとは活端を採掘した露天放り鉱山であった。メッセル採掘場から大量の化石が産出することは、1900年頃には知られるようになっていたが、きちんとした科学的な発掘が行われるようになったのは、 1970年代頃からである。露天掘りの採掘場は地下60メートルほどのところに約1平方キロメートル広がっている。メッセルの堆積物が形成されたのは四神予にあたる5000万年前のことで、当時のヨーロッパ大陸は今よりも十度南にあった。このため、気候も生態系も現在とは随分違っており、一連の大きな湖の周囲にうっそうとした。 姉リ林が茂り、信じられないほどの生物多様性が育まれていた。メッセルの固定はおそらく注入してくる大小の川の中心点に当たっていた。説明パネル一体の主な岩石である湯母ツ岩は泥と枯れた植物が固定に無酸素状態でゆっくりと堆積してできたものである。それが地下130メートルにまで広がり、その上に砂岩の層が乗っている。 化石が血岩の中に非常に美しく保存状態も良好な形で閉じ込められたのはこの湖に独特な堆積状の特質による。湖の上層には多様な生物が確かに生息していたが固定は流れによる攪拌がほとんどなかったために無酸素状態となっていたのである。これによって固定の泥に渦漏れて暮らす生物種はこの日地に生息することができず、 生物核半が最小限に保たれたのである。また、季節変動で生じる湖水の層の入れ替わりは、水面近くの酸素が安有量を下げ、水生生物の季節的な絶滅を引き起こした。このことは、1年間に1ミリメートルという相対的に緩慢な体積速度と相まって、動物症と植物症の保存にとって最上級の環境を用意することになったのである。 メッセル採掘場周辺の地域は、死神予には、地質学的にも構造学的にも、活発だったと考えられている。主導的な科学者たちは、1986年にアフリカのニオスコで起こったガス噴出のような現象が、非水生成物種の大規模な体積を説明しうると考えている。定期的な湖水の層の入れ替わりが、高い濃度の二酸化炭素や、硫化水素のような、 有毒な気体を湖や隣接する生態系に解き放ち、それに敏感な生物を殺したのかもしれない。こうしたガスが放出されている一時期に湖面近くを飛んでいた鳥類やコウモリたちは墜落しただろうし、湖岸近くの陸生生物たちも被害を受けたと考え得るのである。発掘作業メッセルで発見された化石色が残っている化石メッセル採掘場は、 これまでに発見されたシ,シンヨの植物症、動物症の痕跡の中で最も良好な保存状態を示しており、多数の完全な骨格、種によっては羽毛や皮膚の痕跡さえ見つかる。メッセルで見つかった化石の一部を簡略にまとめると以下の通りである。メッセル採掘場は風化しやすい岩質のため、化石の発掘はあまり熱心に行われてこなかった。 1971年に、湯母血岩の採掘場が廃止された時には、跡地を産業廃棄物の登記場とする計画が持ち上がった。専門家や市民が反対運動を根強く言った結果、州政府は計画を撤回し、一帯は全県ベルク自然研究協会の管理の下での自然保護地域となった。1995年、世界遺産に登録された。 この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。メッセルから算出した化石はメッセルの博物館ダルムシュタットにあるヘッセン州の博物館フランクフルトのゼンケンベルク博物館に陳列されている。予約をしていない観光客も採掘場近くの駐車場に車を止めることができ、そこから徒歩で 採掘場を一望できる展望台に行ける。ただし、採掘場内に入ることは、特別に企画されたツアーの一環としてしか、認められていない PA セルデン JR ナッツ著チョ、鎮税機与役、世界の化石遺産化石生態系の進化マイナス、朝倉書店2009年121ページ。ありがとうございます。